この、大谷ダムは、新潟県、三条市を流れる、一級河川、五十嵐川の、上流に建設された、ロックフィルダムです。三条市の、市街地からは車で40分ほど、上流になるにつれ、だんだん細くなってゆく、五十嵐川を眺めながら、国道289号線を、のんびりドライブ。とは言いますが、はるばるなんとか、たどり着いたっていう感じです。新潟市の市街地から、とことことした道で、1時間半といったところ。GPS に頼りっぱなしの未熟な操縦ですので、落っことしてしまう前に、そそくさと逃げてしまいましょう。本当はもうちょっと、よく見えるように進入したいんですけどね。このダムで形成された、姫さゆり湖。この人造湖の底には、旧下田村、大江、大谷集落が、ひっそりと眠っています。今度は、放水路側を飛んでみます。水たたきまで、管理用の道路が続いていますね。この日は、風が強かったので、映像がだいぶグラグラしますね。トイドローンというか、おもちゃなクアッドコプターにも、GPS の時代なんですね。操縦音痴な僕でも、水の上を飛ばしてみようって、思えるほどの簡単さ。かなりの風が、吹いているにもかかわらず、ちゃんと飛んでくれていますね。平日の昼間からおもちゃを片手にダムを徘徊する変な親父。30メートル以内に人影がないことを確認しつつガサゴソし始めるもんですから怪しさは満点ですよね。まあ、とっとと帰りましょう。